さあ、ということで今回もリスキーモブ買っていきたいと思います。今回は、はい、こちら、まあロストウィングとかがあるところの、ここから上にグイーっと行って、でここの森のところからここ入れるんですよ。でそこの巨大な水壺ってところに、はい、ボムキングがいますんで、そいつを討伐していきたいと思います。では行きましょう。さあ、ということでボムキング B でございます。 B なんだけど、ものすごい特殊な敵ですね。この敵もヒートウェーブがめちゃくちゃ大事になってきます。ヒートウェーブゲーですね、この敵は。しっかり跳ね返して 1,2,3 で落ちるんで、はい、もう一丁、はい、1,2 で、こいつなんですけど、体感ゲージがないんですよね。はい、でこれやってきて、これ打ってくるんで、ここで合わせると周りのやつらもね、一気に倒せるんでいいですね。でコロネーションやってくるが、離れて、さあさあさあ落ち着いて、はい、コロネーションに合わせて、はい、1,2,3,4、はい、で飛ばす、はい、1,2,3,4、1,2,3,4で、ウィタンやってきた後はまたさっきの、はい、これが確定でくるんで、しっかりここで弾く、はい、これめちゃくちゃ痛いんで避けましょう。はい、コロネーションに合わせて、まだ多分打ってくる？ OK OK、 はいはい OK、 いいね、はい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 、コロネーション、はい、1,2,3,4、はい、飛ばす、はいはい、1,2,3,4、はい、でまた多分ウィタンやってきますね。で増えるんで、はい、1,2,3,4、これで全員やれるんで、はいはい、弾く、1,2,3,4、飛ばない、これ終わるまでですね。はい、で燃えるんだけどしょうがない、はい、終わり、さばきの雷。よし、ってことでキングボムでしたっけ、攻略でございます。